はい、どうも、こんばんは、ワドです。2017年、11月の16日、15時18分です。よろしくお願いします。なんかさ、町山智博さんに憧れてて、そういう風な活動をしたいって言ったんだけど、なんつうんだろう、別に俺は町山智博になれるとか、そういう話はしてないから。で、そこを目指して活動してるんだよ、俺は。あ、キーちゃんこんばんは。楽しんでってください。で、俺は慣れると思ってるけどね。なんか慣れない理由を探しても意味がないと思ってて。慣れる理由を述べた方がいいのにさ。できない人ってできない理由を述べるから嫌なんだよね。なんか、負け犬の思考っていうかさ、負ける論理が働いちゃうんだよ。別に普通にさ、同じ人間なんだから、どんな人間にもなれると思ってんだよ、努力さえすれば。で、できない理由を述べるのって簡単なんだよね。できることに頭使おうよっていう。前に進まなくなっちゃう。どんな人間にでもなれるし、同じ人間ができて、できないことなんかないっていうのが俺の考え方かな。わかんねえな。できないと思ったりとか、無理だと思ったら、その人が無理なだけなんだよ。で、できると思ってる人はできるんだよ。あ、俺はできると思うよ。自分で考えて、自分で行動して。メガホンありがとね、キーちゃん。ありがとう。メガホンありがとうございます。はい、こんにちは、ヒトピーさん。よろしくお願いします。ワドです。こんにちは。楽しんでって。はい、ワトツ。ダメよ。人の夢を潰すのはダメよ。自分の夢は潰れちゃうよ。キョンの夢が潰れちゃうよ。まあ、多くの人がそうなんだけど、それってね、やっぱりネガティブなんだよ。タイトル見てげんなりした。あ、そうなんだ。はい、こんにちは、ニャコ。ハートありがとう。億万長者になるには、1ヶ月800万ぐらい稼がないといけないから、850万ぐらいか、月平均。850万かける、1ヶ月850万かける12ヶ月。850万。かける12ヶ月は、だいたい850万だから、800万ぐらい足りないかな。800数十万円足りない。毎月800数十万円の収入を上げていかないとダメだね。応援して、もしよかったら。何が危ないの？たけ。何が危ないの？数字だけで語る？数字で語れない。どうやってやるかじゃないんだよ。やり方なんてないんだよ。なんつうんだろう。ただやればいいだけだと思って、ただ目指してたら勝手になるもんだと思うよ。で、マジな話をすると、俺本当になれると思ってるのよ。どんな人間にもなれると思ってて、なれるイメージしかないのね。で、やり方とかじゃなくて、なんだろう。毎日ちゃんとそこに向かっていったら、前に進んでいくだけじゃん。だから、どうやってやるのかとかじゃなくて、ただやっていけばいいと思うよ。
毎日毎日放送する、毎日花火もらえるように頑張る、ただそれだけだと思ってるけど。だからフォロワーさんを増やしてさ、人数が増えていって花火が上がっていけば着々と進んでいくわけでしょ。はい、おやすみ。もう別に普通にできると思うけど、何にも不思議なことはないと思ってるかな。逆になんかできない理由が知りたいかな。俺はできると思ってるから、普通に。だって自分ができないと思ったらそこで終わりなんですよ。いや、諦めるからでしょ。できない理由を探すから、その人ができないだけ。多くの人は諦めちゃうだけだと思ってんの。俺本当に自分がやりたいとか、こうなるって決めたことでできなかったことが一個もないんだよ。一個もないの、本当に。配信者として、そう、配信の収入。時間はかかるだろうね。時間はかかると思うから、俺は10年見てる。佐藤さんいらっしゃい、お疲れ様。配信者としての収入で、そのトータル1億円稼ぐ。だから、他の収入っていうのは別カウントだね、自分の中では。だし、億万長者って結構いるんだよ、今日。全然いるでしょ。逆になんかできない理由がわかんない、俺は。風船ありがとう、モイストさん。お疲れっす。楽しんでってね。楽観主義。いや、俺できると思うんだよな。俺運いいんだよ。俺運いいんだよ。で、できなかったことがないから、多分なれると思うんだよな。俺多分なると思うよ。億万長者に、配信で。ねえ、なりたいよね。みんななりたいよね。まあまあ、見ててよ。なるから。見てて。俺はなるよ。慣れる絵があるっていうか、見てて見てて、例えばさ、できない理由を述べるのって簡単じゃん。諦める理由をつけるわけだから。諦める理由をつけて終わりじゃん。だけど、その、やめるための思考だと思ってるんだよ。できない理由を考えるのって。で、できるやつってただできると思う。なれなかった自分は想像できないっすね。ない、全く。配信このまま続けていって10年以内にテレビ出たり雑誌出たりとか、連載やったりとか、ラジオでゲストで呼ばれたりとか、企業から CM 来たりとか、なんだろう、良くなっていくと思う絵しか浮かばないかな。で、なんか芸能人、今で言うところの芸能人みたいな扱いされるんだろうなっていう。そういうイメージだね、想像は。なんかこう、すげえ楽しいみたいな すげえみたいな。毎日テレビ出てるみたいな。そ
そういう感覚かな。ねえ、言ったでしょみたいな。ねえ、言ったでしょっていう感じかな。ほらーみたいな。完璧になる必要なんか全くないと思うかな。なんかまあ目標とか夢に向かって走るっていうのが誰にも迷惑かかんないから、別に10年後はふわっちやってないんじゃない、多分やってないんじゃない、やってないと思うよ。多分やってないと思う。あんまり別に配信サイトはどこでもいいと思ってるから。ただふわっちの運営さんがすごくいいから、今ここで活動をしてるんだけど、ふわっちが楽しいから、まあ10年後そうなってたらいいなとは思うけどね。ふわっちの運営さんといい関係を築けてたらいいけどね。ずっと永遠に同じサイトでやってるっていうのは成長してないって考えるかな。多分社会とか文化とかね、そういうのも変わっていくもんだと思ってるから。あのね、他人と比べてやってないっすね、やったるくんさん。だから他人のことは分かんないわ。俺占い師じゃないから、他人の未来とか分かんないから、配信会って言っても俺別に他の配信者見ないの。そこは別にどうでもいいっていう。だからその人がすごいかどうかじゃん。誰かと用意ドンで競ってるわけじゃなくて、俺はなるっていう感覚かな。で、それを信じてる配信者はなるんじゃない？その今若手だろうが大手だろうが、俺はそうなるよって言ってる人がなるんじゃないの。え、現実から別に逃げてないでしょ。なんで？なんでそう思うの？現実からは逃げてないでしょ。逆になんか現実に逃げてる人がいっぱいいるんじゃないの。俺は夢から逃げないけど、自分の夢に逃げたことは一回もなくて全部達成できてるよ。現実から逃げてるんじゃなくて、俺は現実に逃げてるような気がするの。なんでだろう。なんでそういうふうに思っちゃうんだろう。かわいそうだな。もったいなくね？一回しかない人生でやりたいことやった方がよくない？俺そう思うけどな。何でもかんでもトライするのはいいことだと思うけど。こんにちは。ルシさんいらっしゃい。いつも応援ありがとう。風船14個ありがとう。サンキュー。キョンにとっての現実って何なの？キョンにとっての現実って何なの？その現実から逃げてるって言ってるけど、俺別になんか放送をやって稼ぐことが、もう現実で1年間続いてるから、なんかその現実から逃げてるっていうのがよくわかんないんだよな。アルバイトをして週5時間働いて、毎日時給1000円で、日当8000円で、それを週5で働いて月20万もらうことが現実なの。で、俺はそれは現実から逃げてるんじゃなくて、俺はそれを選択しないかな。効率が悪いと思ってて、なんか億万長者になる人がその動きはしないよなっていう、そういう感じなんだけどな。それは現実から逃げてんの？
ピョンにとっての現実がわかんねえな。そうそう、まあだからテンプレに収まるのは楽なのはわかるんだけど、俺今のその仕事がすげえなんだろう、大変なの分かってるから、普通の仕事よりもすごいストレスかかるし、頭良くないとできないし、やっぱり人の心つかまないとダメな生き方なんですよ。だからすごいレベルの高い仕事にトライしてると思ってて、だから楽だもんね、言われたことやってさ20万稼ぐんだったら。うん、俺もそう思うよコークさん。なんか普通にやりたいことやんのがいいんじゃねえっていう、キョンにとっての現実っていうのが俺は何なのか分かんないな。飲み物買ってきていい？モンスターエナジー買ってくるわ。いや、ジュース買いに行ってた。お疲れ。いい。じゃあ、反論凸町を待ってみようか。絶対慣れないっていう人の意見も聞いてみよう。うん、LINE で凸町しようか。いや、考えてるよ。考えてるけど、発表はしないかな。ひっそりとやる。ただいま。まあ中華圏意識するとかね、あのインドに進出するとか、いろんな方法があると思うけど、無理ではないと思ってるね。全然無理じゃない。アイラが稼げてるのに俺が稼げない理由がないじゃん。お前ふかしばかりだから誰も信用してないよ、お前の言うことなんか。誰も？
全人類がってこと？全人類が俺のことを信用してないの？あの別に、なんだろう、俺のことを信用しない人はいっぱいいるだろうけど、全員が全員信用してないっていうのはないんじゃないの、うん、俺別に吹かしてないよ、あと何にも。やることとやらないことを明確に人に伝えてる方だと思うよ、うん、すごいね、全人類から信用されてないってすごいよ、ね、KP、 乾杯。俺が吹かしてるのはタバコぐらいだよ。全然いけると思うんだけどな。なんかすごいネガティブな人多いよね。めっちゃネガティブな人多いよな。もったいねえよな。 WC って誰？WC？ トイレ、トイレのことを信用しない方がいい、うん、はい、ワード2、おなつさんいらっしゃい。便所太郎、信用か、信頼してるかな、うん、信頼はしてるかな。でもなんか普通の人が使ってる信用とか信頼っつうのってさ、なんか自分の都合のいいようにしようとしてるだけにしか見えなくて、別に俺は便所さんが何やってたもいいんだよね、うん、信頼はしてるかな、うん、誰も信用しないよ俺は。信頼はすることあっても信用はしない。人は道具じゃないからさ。ポンプして何がしたいのか。いや、わかんないね。わかんない、全然。和道だけは信用できるって言ってた。あ、そうなんだ。サメジマさんはね、俺が言いたいこと言っても聞いてくれるからね。間違ってたらちげえだろうって言うし、あ、そうなんだっていう時もあるし。まあ、だけって言われてもね、全然信頼できる人いると思うけどな、鮫島さんの周りにも。配信者でって意味なのかな。
鳥2羽になったよ。そうそうそう、かわいい。うん、サメちゃんはバドに一生つきまといそう。俺は全然構わないよ。サメ島さんがもしそういうふうに考えてくれてるんだったら、俺は別に一緒に生きてくよ。できないことはできないって言うし。サメ島さんと一緒にいて楽しいよ、俺。いいじゃん。楽しそうだ。ついてくよ。仲間だからね。捨て頃にかけて便所のキャスの評判耳にしたことあります？ない、全然ない。評判全然ないよ。なんかあったの、便所さん。あんまりでも人の評判気にしない方かな。なんか俺が見てこの人嫌なやつだなと思ったらつるまないし、別に周りがどんだけこいつ悪いやつだっつっても自分の目で確かめる方かもしんない。あんまり評判とか気にしないっすね。なんか評判とか他人の意見だから、人を一人一人その人で見るって感じかな。それがすごい楽しいっていうか、俺はこう思うなーっていう、俺この人好きだよって、どんな嫌われてても。だからあんまり人の評判気にならないですね。なんか弁護さんが俺に何かしたこと一回もないんだよね。一回もない。おお、久しぶり。ずっと続けるよ。ありがとう。花火、オーライ。花火ありがとう。いやっ、ありがとう。いやっほい。ありがとうございます、池袋北口さん。手なずけてるから、あ、俺のことを手なずけてる。ああ、そういう風に見えんのか。ありがとうね。すげえ嬉しかった。ありがとう、北口さん。別に、弁蔵さんに悪い感情はないかな。むしろ、結構好きな人だね。むしろ好きだね、弁蔵さんは。なんか、何回も世話になってるし。一緒にいて楽しいんだよね。別になんかビタビタにつるもうとかそういうのは、距離はね、普通の一人間として置いてるけど、あ、いい生き方してるなーって、かっこいいなーって思うけど。和道さんだけじゃないと思う？あ、俺だけじゃなくて手なずけてる？いや、別になんか、なんだろう。手なずけられてるとも別に思わないけどな。なんだろうね。まあまあ、そう見えるんだろうな。そう見えるんだろうね。まあでも別に付き合っていくよ、俺は。免除さんと今のところ。
なんか変なことされたり変なこと言われた記憶が一回もないね。本当に。例えば、便所が配信者の中で初めてやった企画といっても、実はみどりさんが先にやってた。捨て頃？いや、それを聞いたことがないかな、直接。そういうことを言ってるんだ、便所さんって。何のことだろう。なんかそういうのがあんの？自転車？自転車？もう分かんない。俺便所さんの放送見ないから。あ、そういうのがあったんだ。わかんねえな。シティさんいらっしゃい。初コメありがとう。ツバニャンという人はどう分析していますか？なんか都合が悪くなると泣く人？都合が悪くなると泣く人っていう印象、俺は。もうそれ以上でもそれ以下でもないかな。なんか、あれって言ってることでやってること違くねってなると、放送で泣く人。それだけかな。初手で王手って。でも当たってない？
当たってない、違うのかな。俺そんな印象なんだけどな。うん、ああ風船ありがとうございます。うん、あとよく財布が盗まれたりとかする人バッグがなくなったり財布がなくなったりする人って感じお金が欲しくなるとバッグが盗まれちゃうっていう人かな、うん、そんな印象、プロレスなのかな、何なんだろうね。2日くらい前に3のところでブロックされて見れなくなった。うーん、トイレ行こう。この音楽いいよね。作った人神ってるよね。なんだろうな。調子悪いな。調子が良くないな。あ、まあタイトルに関しての、なんか億万長者に配信でなりたいんだよねって言ったら、めちゃめちゃなんかなれねえよとか現実から逃げてるって言われたから、じゃあ電話で聞かせてってM だから、どう俺が現実から逃げてんのかちょっととつかけてって言って、そう、タイトルがその、俺配信で億万長者になりたいので、俺稼げると思ってんのね、将来。億プレイヤー、年収億になると思ってんの、配信で。だけど、誰かその論破してくれないかなと思って。そんな感じで待ってたの、シティさん。はいはい、行ってらっしゃい。うん。誰かいねえかなと思って。
俺は全然いけると思ってんのよね。なんかねえかな。ヒカキンレベル、いやヒカキンとは比べてない全然。なんかっていうか誰かと比べてない。かかっては来ないね。コメントではなんか反論いっぱいあるんだけど、電話はかかってきてないね。そしたらまんまと突射が現れて作戦に引っかかった。ごめん、何言ってるか全然わかんねえわ。どういうこと？稼ぎが、まあまあ稼ぎが、まあなんか億万長者イコール俺はヒカキンだとは思ってないけど、まあ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 億万長者になりたい。別にヒカキンになりたいとはみじんも思ったことなくて、むしろ俺ヒカキンっていやなりたくない人の特徴だから。ヒカキンにはなりたくないから嫌悪感が出ちゃって、ヒカキンレベルじゃないんだけどっていう。俺がよく言ってるのはそのマイケル・ジャクソンとか矢沢永吉とかあのイチローとかジョン・レノンとかそういうのになりたいんだよね。ジョン・レノンとかマイケル・ジャクソンみたいなそういう存在になりたくて、映画撮りたい時に撮るよ。映画撮りたい時に撮る。今はまずはあの配信で億万長者になりたいんだよね。生きてる間に撮れればいいと思ってるから。愛嬌がいい。誰が愛嬌がいいの？ねえ、どうでもいいよね。俺はまあとりあえず配信でまあてっぺん撮りたいんだよね。まずは配信会でてっぺん撮りたい。自分がキッズの靴を舐めるヒカキンスタイル。ああ、そんな動画やってるんだ。すげえな。キッズの靴を舐める。まあ、とりあえず、奥から始めようかな。ガキにこびてる。あー、比喩か。本当に舐めてんのかと思った動画で本当に舐める動画があるのかと思って、すげえことやるなと思って。例えか。あー、ごめんごめん、気づかなかった。本当に舐める動画、なんかキッズの靴を舐めてみたっていう動画をやってんのかなと思って。例えか。すげえ体張るなと思って俺にはできないなと。舐めかねない舐めかねないか、なんかまあかっこいいと思わないんだよね。かっこいいとは思わなくて、なんかヒカキンをなんかすげえ嫌だ。なんか辛そう、あの人生。俺は自由にやって稼ぎたいかな。こうなんか楽にぬるま湯に浸かりながらガンガン稼ぐっていう、そういうスタイルでいきたい。まあ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 食ってける程度には、食ってける程度にはね、やりたいことしかやらないって決めてるからさ、好きなことだけやって生きてく、いいじゃん、楽しいじゃん、楽しくない？好きなことだけやって感動して遊び抜いて生きていく。遊びが仕事。遊んでたら1億円手に入っちゃったっていうのが最高の人生だね。
まあでも現在それで飯食えてるからね。現在ね。ああ、まあこびるっていうか可愛がられる能力なんじゃないの。人懐っこいっていうか。なんかこう人をこう魅力的にする何かを持ってるよね。孫さんとかね。こびてるとは思わないけど。なんか人懐っこいっつうか。なんか人ったらしっていう感じかな。俺が使う表現だと。なんかこう人が寄ってくるイメージがあるね。あれはいい能力だよね。ハゲを隠そうっていう心理が俺よくわかんないかな。ハゲててもかっこいい人はいっぱいいるのに、もったいない。ハゲを隠そうとした時点でもうダメだから。アウティーだよ。僕を褒めてください。電話かけておいでよ。いいところ褒めてあげる。でも歯抜けを散漫していると社会生活しにくいから多少ごまかすのはありだと思う。歯はちゃんと入れるべきでしょ。歯がないとだって物噛み切れないから。ビジュアルも悪くなるしさ。歯はちゃんとあった方がいいと思うよ。そうそう、バレてるのにかぶるっていうのは偉大なの。逆にね。俺はなんか、例えばこんな神様が現れて、お前ボタンを押すかって。どんなボタン？20万毎月あげるよって、お前に。その代わり週5日働いて8時間働けよって。週5日8時間働いたら、毎月20万円やるよって。で、俺はそのボタン押さねえわって、神様と契約したの。帰って神様っつって。俺は、じゃあ分かった、どのボタンがいいんだって神様に言われて、いや、遊んでるだけで、楽しいことばっかりやってたら、年収1億になるボタン持ってきてって。そう。で、俺はそのボタンを押したのよ。歯入れないよね。やっぱり悪の象徴だからな。俺は不良だぜっていう。歯を溶かすぐらいシンナー吸ってたぜっていう、その、やっぱり悪のアイコンなんじゃん。ヤンキーの。若い時シンナーこんだけ吸ったんだぜっていう。俺悪いだろうっていう。昔の山賊海賊の歯してる。さんま。
動画とかあるのかな、わかんない。あるのかな、あるんじゃない、なんか検索したら喧嘩凸とかであると思うよ。見てみて。お、カトランいらっしゃい。メガホンありがとう。久しぶりだね、カトラン。元気だった？これ中卒だよ。中学校卒業。大学は行ってない。高校も行ってない。あ、高校はね、1年未満通ったから中卒なの。高校中退の資格もないの。大学行ってみたかったな。大学行ってたら人生変わってたかな。俺知識全然ないよ。普通の人よりも頭悪いよ。ねえ、お金貯まったら行きたいね、大学ね。
勉強してね。どこ入りたい？どこだろうな。大学？もう大学がどんな大学があるか分かんないから、まあ行くんだったら東大行きたい。バカっぽくていいだろう。声いいかな。そうかな。俺頭良くないよ全然。寄せ見ていらっしゃい。俺頭良くないよ全然。クーさん、いらっしゃい、楽しんでってね。司会とかできないよ。できそう、雰囲気でやってみたいな。できるかな。できると思う。ありがとう。ロンルナさんありがとう。中卒で仕事してたんですか？僕ね、アルバイトで中学3年生の頃からアルバイトをずっとやってたんで、もう中学生の時には働いてましたよ。ジンさん。そっから働いてますね、ずっと。何かユーザー大会司会やってみよう。いやいやいや。オファーがないとやっぱり。オファーがないとできないよ。できるかな。仕事として来たらやってみるよ。
収束、普通は家庭の事情、自分の考え、自分の考えだったよ。まあ家庭の事情っていうか、まあ家族とも仲悪くて、俺が母親と。でまあ、あんまり関係良くなくて。で、俺はもう働きたいと思ってたし、学費も自分で出してたから。あんまりいい、頭のいい高校じゃなかったから。そのパソコン系の学校だったんだけど、公立高校の、もうやめようと思って。もともと中学3年生の頃から働きたいってずっと言ってて、で、もうやめるわっつって、通ってなかったし、夏休み以降はもうやめるって言って、女子大学退学届出して、でそっから一人暮らししてた。空港でアルバイトやってたね。だからみんな高校行ってるときはもう空港でずーっと働いてたね。可愛がってもらえたよ。お前いくつだみたいな。16歳ですとか17歳ですつって、わっかーみたいな。なんで働いてんのみたいな。いや食っていくためにって。似てる？シティさん。だからまあ。でもまあやっぱり大人になってさ、いろいろ社会に出て、あ学校行ってみたかったなって改めて思うようになって、でまあお金と時間に余裕があったら大学は行きたいなとは思ってるけどね。それがまあ何か自分がこれだっていうものを見つけて、資格みたいなものは取りたいなと思ってる。そうっすよね。資格とかね、学歴とかがあると担保になりますもんね。再就職するときとか便利だよね。まあ、どっかの会社に就職するってことは多分もう人生でねないと思うけど。まあ高校卒業認定ね取ってね、大学行くんだったら、でそっから入学試験だろうね。多分高校卒業認定は取れるとは思ってるけど、勉強すれば。弁護士になりたいとは思わないかな。そうなんだ、介護の世界にいるんだ。へえ。介護はね、これから需要のある仕事だから、資格とか持っておくといいかもしれないですね。
ああ、学歴関係ないからね。旅に出ることは、ああ、でもまあ、アメリカとか行きたいですね。世界中。なんか、本当に日本じゃなくていいなと思ってて、住んでるところは。だからホテル暮らししたいですね。海外からとか。日本にいる理由もないから。ね、世界転々と各地で、そこで配信回すっていうのもありだね。すごくいいっすね。それはありだな。いいっすね。だからね、いいじゃん。世界各地からこう、配信回すっていうのもロマンだよね。海外行きたいっすね。ハートありがとう。ホテル暮らし夢だよね。いいよね。ホテル転々としながら。まあ、相当お金かかるだろうな。一泊1万、2万だとしてもね。それだけで60万ぐらいかかるからね。まあ、億稼げるようになったらそれも全然可能だと思うけど。いいよね。そういうなんか、自由にやりたいっすね。世界転々としながら。直電は持ってないですね。LINE があればここに電話かけてこれますよ。クリックすると、LINE が起動するんで。直電持ってないです、僕は。なんか、教えるとか教えないとか、そういうレベルじゃなくて、僕、電話やめたんですよ、もう。電話持ってないです。悩んで寝れないことはいっぱいありましたよ。その悔しくて寝れないこととか、悩んで寝れないこととかいっぱいあって。あ、LINE って通話ができるスカイプみたいなアプリのことですね。悩んで寝れないこともたくさんあったし、でも最近は少ないかな。最近ないね、悩みとか。自分のセールスポイント特技とか、運がいいっすね。運がいいのと、特に人の運がすごく良くて、出会いがめちゃめちゃいい運持ってるんですよ、人との縁で。だからそこはやばいかな。あと、ラッキーだから、自分がこうなりたいなっていうの全部慣れちゃうんですよ。だから、そこが多分人と違うところなのかなって。俺はそれが当たり前だと思ってたんだけど、なんか、話を聞いてみると、どうやら、そうではないらしい。自分がたまたま運が良かっただけなんだっていう。めちゃくちゃ運がいいんですよ。だからこうなったらいいなっていう願望とかは結構叶いやすいっていうか、叶うっていうか、めちゃくちゃ運がいいです。セールスポイントはそれくらいかな。
結構ね、嘘だろうっていうようなことが起こるんですよね。ラッキーなんです。あ、うん、かけることはできますよ。はい、かけることはできますよ。僕あのスカイプから電話かけることはできるんで、はい、できますよ。お話します。いいですよ。んー、ないと思うな。うん、なんでかっていうと俺その生活があんまりいいと思ってなかったから、だから戻りたいと思ってないんですよ今現時点で。むしろ、うん、戻りたくないって思うようなことだから、まあ、可能性ないですね。いや、運がいいんですよ本当に。うん、いいですね。めちゃくちゃ運がいい。強運の持ち主なんですよ。あ、タイミング、あ、全然今はかけますよ。すぐ今スカイプ起動するわ。電話番号言ってもらえたら。はい、どこにかければいいんだろう。え、やめます？やめます？あとにする？はい。忘れないでっていうか、うん、保証はできないから、もういっぱいコメント打ったりとか忘れないようにしないと。俺も人間だから永遠に覚えてるわけじゃないから、忘れないってことは絡まないと。もっと335さんヘビーでコメント打ってないじゃん。あ、毎日コメント打って、俺だってね、電話でお話したこともないしさ、保証できないよ。なんで忘れちゃったんですかって。配信者、あ、メンタルは強いだろうね。まあ普通の神経してたらやめるよね、配信をね。うん、まあメンタルは強いっていうか鈍感なんじゃないの、やっぱ配信者やってるぐらい。ずうずうしい人が多いと思うよ。うん、でしょね。ずうずうしいというか、鋼のメンタルというか。で、大体やめてくよね。いろんな人見てきたけど。まあ、どっかぶっ壊れてる人が多いっすよ。
落語に出てくる人みたい。 まあめちゃくちゃな生き方っすよね。普通ではないよな。普通の生き方ではないよね。感情の起伏がすごい激しいよね。まあそういう人が多いよ、やっぱり。とんでもないキャラがいたりね。わかるわかる。そういう人が多い、実際。実際多いっす。男子は落語を業の皇帝って表現してたけど、配信にも近いものがある。おー、業の皇帝。おー。男子さんってなんか小難しいこと言うからよくわかんないんだよな。よくわかんない。業の工程はよくわかんないわ。まだその域に達してないんだろうね、俺が。わかるんだ。業の工程って。人間臭さを肯定するってこと？おー。はあ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 。なるほど。おー。これ立川談志あんまよくわかんないんだよな。ああ、まあまあ、機材は結構金かけてるから 画質はいいと思いますよ。携帯配信とね、パソコンのロジクールのカメラじゃ全然レベルが違うんで、まあ、新ヤッチョとかテルとかは同じような機材でやってるけど、多分画質はピカイチいいと思いますね。お腹すいたな。のんちゃん何時頃帰ってくるんだろう。色恋喧嘩か。色恋喧嘩ね。ああ、ロコさん、退院おめでとう。え、次の入院はあるの？もう手術終わって大丈夫ってこと？家でゆっくり休めてるの。おめでとうございます。家帰ってきた、今。お疲れ様。おめでとう、退院。
見舞い行ってない俺。ドライブ？どこ行きたいの？ドライブ行きたいの？どこ行きたいの？どこ行きたいの？ドライブ。ああ、青じいらっしゃい、お疲れっす。どこに行きたいの？山奥？どの辺山奥って。心霊配信ってこと？心霊配信がしたいってこと？山奥に行きたいの？仲いいよロフボさんと。昔から仲いいもん。もう何年の付き合い？3年ぐらいの付き合いだよ。奥多摩？いや、のんちゃんが今風邪ひいてるからさ、風邪治ってからになるよ。奥多摩に行きたいの？のんちゃん風邪治ったら聞いてみるよ。多分心霊配信がやりたいんだと思うけど。樹海電波ないじゃん。配信何回もトライしてダメだったじゃん。いいよ、樹海は行かないよ。配信できなかったら意味ないもん。配信ができる心霊スポット行かないと。配信ができないところはやめよ。樹海何回も行ってるじゃん。もう3回ぐらい行って3回とも電波ないんだもん。あそこは無理だよ。八王子城址は行ったかな。俺は個人的に行った。川崎洋平くんと行ったから。ロハコさんとは行ってないかな。まあ、そこもいいかもしんないよね。あそこ怖かったな。あ、また来てね、シリーさん。ありがとね、コメントたくさん。お疲れー。アッシーさん、風船10個ありがとう。ありがとうございます。トイレ行ってくる。自分の電話かけておいて。ちょっとトイレ行ってくるから。
要はさ、335さん、お花畑レスラーさんいらっしゃい。自分の存在理由がわかる。機能だと思うよ。機能。社会とどうやってつながってるかだと思うのね。で、自分が生きてる理由をさ、説明できる人っていうのはなかなかいないんだよ。で、理由なんか多分ないんだよ。ここにいる140人が生きてる理由ってないの。その、お父さんとお母さんがセックスしてただ生まれてきただけだから。で、その、生きてくためには理由が必要なんだよ。理由が。そう。で、その理由は自分で作るの。で、人間ってほら、社会との関わり合いで生きてるわけだから、社会にとって、その自分がどういう機能なのかっていうのを理解することだと思うよ。自分はこういうポジションで社会に貢献するとか、社会と関わるっていうか、貢献まで考えなくていいけど。で、まあ何もやらなかったら、どんどん孤独になっていくから生きてる理由がわかんなくなってくる。生きてる意味とか理由なんてないよ。自分で作るんだよ。精神的にはない。精神的にお腹を下したりっていうのはないですね。胃腸が異常に強いんですよ、僕。だからお腹が痛くなるとか胃が痛いっていうのが人生で本当に少なくて、頭とかは痛くなるタイプの。脳みそはこう「いててて」とか「頭回んない」とかたくさんあるんだけど、俺ね、お腹がストレスでお腹を下す人とか食あたりとかがよくわかんないの。異常に胃腸が強いんだよね。消化器官強いんですよ。ストレスで下痢になったことは一回もないかな。ない。だからたまにいるじゃん。ストレスでお腹下す人って。体感的によくわかんないんだよな。それどういうこと？みたいな。プレッシャーにも強い方だと思うけどな。はい、クワッツさんお疲れっす。だからここまで来れた感ある。いやいや、あんま関係ないと思うけど。でもまあ、ずぶといとか鈍感っていうのはすごい言われるかな、ガキの頃から。お前鈍感だよなとか、お前ずぶといよなとかは、ガキの頃から、小学生ぐらいから言われてたかもしんない。人の言われてても全然気にしないみたいな。そういう性格ではあるよ、俺自身は。
サーフィンどうすか最近は。サーフィンどうすか。真冬だからもうシーズンオフなのかな。いい波来てます、クワッツさん。いやまあ石野が活躍してくれたら俺は嬉しいよ、うん、石野の活躍とか成功はすごい嬉しい。友達だからニコ生から見るとなんて平和なんだ。アンチと放送してたような。あーまあまあアンチとずっと戦ってた日々だからねうん。まあ俺は今の方が楽しいし合ってるかな。うん、なんか不毛な戦いをずっとしてたような気がするんだよ。なんか生産性もないし、ただストレスが溜まって、それこそニコ生なんかもうやってて辛いって思ってたことがいっぱいあって、寝る時とかもう本当に悔しい思いしたりとか寝れなかったりとかさ。シーズンオフはないんだ寒いだろうな。全然全然今の方が楽しいっすよ。配信者として今すごい楽しんでる時期で、毎日楽しいし、まあ、やっててよかったなっていう、うん、ニコ生のあのアンチとの戦いはもうやりたくないもん俺。面白くない。向こうは面白いのかもしれないけど俺は面白くない。おかげさまでね、こうやって平和な放送でもさ、たくさんの人が見てくれるようになったんで、ありがたいっす。まあ居場所がやっと見つかりましたね。電車で秩父とか行かない？電車で？秩父、心霊スポット？あー、俺が今外配信できないんだよ、ロハコさん。電波、契約が切れちゃって、新しく契約してからかな、Wi-Fi がないんだよね。うん、まあ別に行く分には構わないんだけど、ほら稼がないといけないからさ、うん、そう飯食えなくなっちゃうからあんま遊んでる暇がないんだよ最近。全然花火飛ばなくなっちゃって、家で雑談しないとね身動きが取れない、食ってけなくなっちゃうの。バブルが終わったから、バブルが金欠ですよ、金欠。ポンちゃん帰ってこないな。ダンボールこれ天城風だね。あの鮫島さんからなんか届いたやつ。天城風あ、本当にワイマックスある。うん、どれにお前と絡んでメリットあんのかって言われた。その後喧嘩なら負けねえって言ったらブロックされた。そりゃまあブロックでしょう。うん、そりゃそうでしょう。
だって配信者からするとさ、会ったこともない人にさ喧嘩売られたら気分悪いもん。それは335さんがさ悪いよ、うん、喧嘩売ったらダメよ。まあ、ドレさんもドレさんで結構最近突っかかるかな、リスナーさんにね。なんか結構イライラしてるんだよね、ドレさん。あ、ごめんなさいって言ったんだ。まあまあしょうがないよ。まあ見なきゃいいんだよ、うん、更年期障害かな。男にも更年期障害ってあるの？ LINE 登録ありがとうございます。あーチンコ立つのかって、それはドルさんからすると死活問題だからね。プライドが傷ついたんでしょ。立つはバカ野郎っていうブロックでしょ。立つはこの野郎って、むしろね、チンコ立つか立たないかがね、死活問題だからね。パルパルとツバニャンが付き合い出したのが相当効いてるらしくて、その話題出しただけで30分以上ロックオンされた。いや、嫌でしょ。だって、ドレさん、ツバニャン好きでしょ？ぶっちゃけ。だから嫌なんだよ。なんかぐち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 車の中で言ってたよ。なんかスバニアはまだ俺のこと好きなんだとかわけのわかんないこと言ってて、もう病気だろうと思って、スバニアはまだ俺のこと好きなんだよとかずっと言ってんの車の中で。きついなこれと思って、きつーと思って、うん、男性ホルモンが減ってうつになったりすんだ、うん、もうなんか聞いてたよ。だいぶダメージ負ってたよ。未練があるんだろうね、多分ね。和道は妻にゃんのことブスって言うけどすげえ可愛いんだぞみたいな。そうっすかって、あれはネタで言ってるんだろうとか言って、いやネタじゃないよっつって、ステゴロ2でね、うん、まあまあ出なくてもいいんじゃないの。別にドレさんも困らないでしょ、便所さんも困らないし、俺は別になんかグダ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 言うぐらいだったら出なくていいんじゃんって。やる気のない人とか出したくない人を出してさ、気持ちよく仕事ができないだったら、やる気のある若手にチャンス与えたりとかする方が全員いいと思ったよ。数軍曹とかさ、アメリカ人と辰彦の試合とかね、期待のカードがあるからそれでいいんじゃないかなと思ってるけど、これなんか出すとか出さないとか出るとか出ないとか男らしくないと思っちゃうかな、うん。一言で終わるわけじゃん、出さないとか出ないって。ああ、前のめまいとか難聴とかもそうだったんだ。だからメンタルが、豆腐メンタルなんだよ、ドレさん。繊細なんだよ。すごい繊細な人だよ、ドレさん。体に似合わず。多分まだ好きなんだろうなと俺は勝手に思ってるけど。やべえな、今日1500円しか稼げてねえよ。なんだこれ。調子悪すぎ。やばいよ。やばいやばいやばい。頼むぜみんな。マジで今日どうなってんだろう。ヤバタンだよ。お願いしまーす。花火上がんねえなあ。バブルはじけた。
経済危機、みんな和道花火師。みんなが儲かりますように、みんなが超儲かって和道に花火投げますように。和道リスナー全員宝くじに当たりますように、競馬当たりますように、競輪当たりますように、パチンコ当たりますように、大花火ファンタスティックが来るように。アーメン。何、石野そんなにもらってんの？石野とアリス、ありがとう、花火ありがとう、助かるよ、匿名さんありがとう、ありがとうございます。いや助かるわ。みんなもよろしく、どうぞよろしく、この流れで、イエイイ。石野そんな稼いでるんだ、もう終わった、うん、いいじゃん、いい花火師がついたんじゃない、石野に。今日はちょっとまずいな、これ、経済危機だよ。あー、よかったじゃん。ふわたんまた来てください、ありがとうございます。今日は流れ悪いのかな、やめといた方がいいのかな、なんか乗らねえな、こういう時あるんだよな。夜中にやろうかな、うん、メガホンありがとう。ふわたん引退詐欺の流れに、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 何でしょう、引退詐欺の流れに、川の流れのように。ピースさんいらっしゃい、どうもどうも。もう少し待ってね、もう少しだから。あ、トツトツ、もう放送終わっちゃうよ、今かけて、電話するんだったら、電話するんだったら今話そう。もうあれだよ、あの次々ってやつはもう放送切っちゃうよ俺。今なら空いてるからさ、電話するんなら今話そう。花火上がったら待ってくれますか。上がったら、そりゃ花火が上がってて枠切らないでしょ。花火が上がるんだったら永遠とやるわ多分。アイラみたいにバンバン上がってたらさ、それ切らないでしょ。もっと稼ごう、もっと稼ごうってバンバンコンボだよ、コンボ。だけどもう流れが悪い時ってさ、もう何話しても何やっても、もうダメなんだよ。こういうのってなんかあるんだよ。そういう時はね、一回切るの俺。そう、ちょっと時間帯変えようみたいな、気分変えないとさダメなんだよ。何、花火くれんの？335さん。
なんだろうね。なんでアイラのところに花火がバンバン上がるのかな。なんなんだろうね。俺もわかんない。うわーおーうーうーえーうー招き猫ありがとう。ハユル、苦しかったぜ。元気が出たよ、今。元気なかったんだよ。来た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 これ来たこれこれですよこれ。ありがとうございます。こういうのも言ったらあれだけど、のんちゃんと別れたらもっと花火上がる飛びそう。いやそんなことないでしょ。え、なに、その俺と付き合いたいみたいな人が来るってこと？いる？そんなリスナー、そんなリスナーいる？要は俺と恋人になりたいみたいなこと？ないよ。ないよ。ないです、ないです。花火飛ばないよ。俺だって色恋系じゃないもん、もともと。だし、その俺のこと好きっていう人いないよ。いるの？実際。え、じゃあ、その、じゃあもっと投げてよ。のんちゃんとは別れないよ。ありがとう。ハユル花火ありがとう。ういねえ、のんちゃんいいキャラクターだよね。ハユルありがとう。え、じゃあさ、半角英数字でさ、嫌よって書くと俺にしか読めないコメントだから、俺と、ちょっと付き合いたいとかセックスしてみたいっていう人、ちょっと嫌よって書いてみて。嫌よって書いて。誰にも読まれないコメントだから。和道さん大好き。大好きっていう人書いて。好きですって。好きって書いて。嫌よで。嫌よで好きって書いて。うん。ほら、ゼロ人じゃん。ゼロだよ。いないもん。男ばっかりだな。大好き。男じゃねえかよ。のんけですとか言って。いや、男じゃねえかよ。おっさんばっかりが嫌よで好き好きって書いてんだもん。いないよ。な、飛ばない飛ばない。のんけかどうか聞いてねえよ。うん、大好き。なんでおっさんにモテるんだろうな。ガチホモばっかりなのかな。ロハコさんといい。いないいない。女性から好きってないもん。だから飛ばないよ、ゆみちゃん。ない。本当にない。だから、そういうなんか、その、下心とかで、俺に近づくっていうのはないのよ、昔から。人気的に思ってても言えないのもあるでしょう。うん。いや、わかるけど、ロハコ。うん。彼女がいる配信者に彼女に悪いみたいなのもある？いや、逆でしょ。俺が困るから俺に花火ね、バンバンちょうだい。婦人部頼むよ。だってのんちゃんも飯食えなくなるんだぜ。それないよ。みんなのんちゃんのこと大好きなんだ。多分ね、それはね、ないよ。ありがとう！花火ありがとう！あざーす！あざーす！あざまーす！特命さんあざまーす！来た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 ！ありがとう！あざまーす！俺は和道さん。いや、だから話そうよ、今。335。話そうよ。全然話すよ。のんちゃん花火ありがとう。のんちゃん花火ありがとう。ありがとう。のんちゃん花火ありがとう。のんちゃん、あれ、のんちゃんどうしたの？あの、運営に500円払ってるだけだからな、これ。運営に500円払ってるだけだからな。のんちゃんありがとう。あざーす。はい、めぐちゃんは脱、楽しんでって。
のんちゃんからたくさんもらいました。ありがとうございます。いや、運営にマイナス500円でしょこれ完全に。一緒に暮らしてんだからほぼ。謎現象でしょ。謎現象。だってさ、こんな寄り目のさ32歳のさ、どうしようもないアスペルガーでサイコパスのやつと付き合いたい女性なんかいないよ。いないでしょ。いる？います？こん中に。絶対いないと思うよ。もう断言できるもん。俺モテないもん。生まれてからモテたこと一回もない。別れたらもっともらえるんでしょう。ああもう、のんちゃんが傷ついちゃった。ああ、だから私が貢ぐってこと？意味ねえだろそれ。サイコパサー。ブレーキランプ5回点滅ね。2回点滅じゃないよ。そんなこと俺言ってないよ。コメント拾っただけだよのんちゃん。のんちゃん、俺が言ったわけじゃないよ。のんちゃんと別れたら花火もらえるって。違うよ。ああ。ああ。なに、ドルさんがのりこ財閥って言ってんの？のりこ財閥とか言ってんの？だって、のんちゃんずーっと支援してくれてるもんね。のりこがいつも監視してると思うと投げにくい。ゆみちゃん俺に投げたことなくない？ある？ゆみちゃんある？俺に投げたことなくね？ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。マイナスにしちゃうのんちゃんが好きです。ありがとうございます。もぐりさん、匿名さんありがとう。クール花火ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、のんちゃんのファンいるじゃん。いるじゃん、ほら。いるじゃん。え、ゆみさんは投げようと思う派なの？でも俺、ゆみさんから一発でもらったことないと思うよ。ある？投げないくせに。俺、ゆみさんから多分もらったことないと思うよ。ある？のんちゃんは運営に金投げてる状態だよね。ありがとう。はゆるさん、大花火ありがとう。あ、ごめんね。また来てね。ごめんね。なんか。なんだこれ。な、もうやめてよ。俺の取り合いやめて、リスナーさん。俺の取り合いやめて。やめて。俺を取り合わないで。みんなの和道だから、世界の和道だから。メガホンはなんか無料で動画を見たらもらえるやつだね。動画とかなんか無料アイテムみたいな。どうやってもらうんだっけ。なんかアイテムもらうところで無料でそのもらえるやつがあるんだよ。タイトルでもらえるわけねえじゃねえかよ。そんなわけねえだろ。タイトルでもらえるんだったら苦労しねえよ。全然上がってなかったんだから今日。のんちゃんはもうすぐ帰ってくるよ。もうすぐ帰ってくるよ。のんちゃんは帰ってくる。帰ってくる。ウコッケどうするのって、だから帰らないことを願ってる。
ウコッケーは帰ってこないことを願ってるよ。うん、飼ってくれる？リスナーさん。半月で25万なんか稼ぐわけねえじゃねえかよ。カッツカツだよ。そんなに稼ぐわけないじゃん。どう計算したらそんな計算になんだよ。ありがとう、メグちゃん。ハートありがとう。嬉しいよ。ありがとうね。そんなに行くわけねえだろうがよ。なんで25万ってどう計算したらそうなんだよ。行かねえよ、ニコラスさん。頼むよ、本当に。行かない、行かない。そんな行くわけないよ。行かないです。はっきり言って。むしろ全体的に少なくなってると思うよ、収入。ふわっちの配信者。メガホンありがとう。あゆさんメガホンありがとう。妖怪さんありがとう。行かないって、月25万も。行かないよ。行かないよ。あ、いいよいいよ。電話する？いいよ。大丈夫だよ。どこにかければいいの？マンスリーの半分も行ってないよ。現金は。行ってないよ。だから無料のメガホンとかってこれ1円にもならないのよ。ただランキングポイントが上がるだけだから、今かさ増してる状態なのよ、どこも。昔は7割とか6割とかもらえたんだけど、マンスリーポイントの。今かさ増しかさ増しで半分もいかないよ。うん。あー、エセアカと俺？エセアカも苦労してるよね、ちょっとね。苦戦してるよね。うん。エセアカは、でもあいつイケメンでかっこいいと思うよ。いやいや、ここにさらすんかい。ここに電話かければいいの。これ消すよ、個人情報だから。消すよ。ダメよ。せめて嫌よとかで書かないと。あれ消えない。ちょっと今書けるね。ダメよ、個人情報書いたら。ポイントイコール現金ではないよ。ポイントイコール、あ、俺イケメンだよ。俺イケメンだよ。ありがとう。そう、世界の和道だから。ちょっと待って、リスナーさんが電話かけてって。ちょっとリスナーさんと会話するね。もしもーし。違うか。はい、もしもし、和道です。もしも、和道さん、もしもし、和道です。聞こえますか？和道さんですか？和道です。あ、聞こえます。放送の音ってつけてます？そちら側で。え、放送、生放送の声。いや、つけてません。つけてないですか？あれ、なんで音回るんだろう。はい、音がぐるぐる回っちゃうんですけど、放送の音つけてないですか、そちら側で。あれ？あ、じゃあ。音がぐるぐる回っちゃうんですけど、放送の音つけてないですか、そちら側で。あれ？あ、じゃあ。放送の音って切れますか？もしも、あの、パソコンが携帯の放送、はいはい。切ります。はい。あ、切ります？はい。はい。あ、OK ですか？あ、大丈夫ですね。OK です、OK です。はい、はい、はい。はい、3353ですか？そうです。あ、よろしくお願いします。どうされたんですか、お話したいって。うん。うわー、何急に。うおー、でっかい音。何？ちょっと、何言ったらいいですかね。え、何ちょっと今、すごい嬉しいんです。あ、嬉しいですか？え、僕と話すのが？はい。ああ、いや、そう言っていただけてめちゃめちゃ嬉しいですよ、僕も。なんか、全然声違うんですね、パソコンの声通してと。あ、声違いますよ。電話の声通して。電話と雰囲気、ね、声違います？はい。違います。はい。はい。多分放送に乗っかってる声の方が、あの、実際の声に近いですね。そうなんですか。こっちの方が声が高く感じる、はい。そうですね。音が劣化するんで、
僕の声ハイトーンなんで音が高く聞こえちゃうんですよ。なんかバートさん難しい話ばっかりするから、ちょっとわかんないですけど、はい、難しい話ばっかりでわかんなんない。か、でも、なんかスピリチュアルな要素。的なところで、そこに向かってる、まあ自分もいますし、そこはね、狙いなのかなっていう。ありがとうございます。いや、そこ言われてもわかんないです。どれにブロックされたんですか？ドルさんにブロックされたんですか？まあまあ、しょうがないっすよ。短期なんですか？ドルさんすごい短期ですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。ドルさんもともと結構見てたんですか？いや、早朝起きれば、見てて、まあ、雲に クモン流リュウ。れから。でも、雲にちょっと、これはないなと思って。一番好きな配信者は誰なんですか？今ですか？まあ、今です。今とかになっちゃうんですよね、結局。結局なっちゃいますね。流れが早くて。そうですね。いろいろ新しい配信者いっぱい出てきますもんね。飲んちゃうかなって。配信は昔から見てるんですか？結構前からリスナーさんはやってるんですか？ふわっちですね。もともと、FC2 を見てて、それから、いろんな、いろんな人を配見信るよ者うに。の名前が上がって、で、見るようになったんですよね。じゃあ今、ふわっち見ることが多いんですか？いや、まあ、多いですね。情報っていうか、流れっていうか、ちょっとそこは分からない部分ですけど。いや、ワルオさんは、まあ、ねえ、鮫島さん。もう、安心して、信頼できるかなって言ってから、見てるんですけどね。いつも楽しく見てくれてありがとうございます。嬉しいです。本当ですか？はい。いや、はい、はい、はい。花火、終わんないですか？今のタイミング。花火いただいてますよ、リスナーさんから。大丈夫ですよ。花火たくさんいただいてますよ。ありがとうございちょっます。と。本当、応援してくれて嬉しいです。こうやって応援してくれて、見てもらえるリスナーさんがいると。嬉しいですよ。これからも応援よろしくお願いしますなんね。かね、楽しんでなんくかださい。花火がね、やっぱり上がればさ、花火はお気持ちなんで、
はい。リスナーさんからのお気持ちなんで、大丈夫ですよ。いただいてるんで。ありがとうございます。ねえ、気にしてくれてるんですよね。僕が花火上がってないから。そうだね。頑張るんで大丈夫ですよ。はい。なんて、どれ、ブラックさん。ドレさんね、気難しい人だから、怒りっぽい人だから、結構すぐブロック入れちゃうんですよ。だからもなたもん、さんちゃん。う、でもさ、ね、まあ50代ぐらいの人に、ブロックされちゃうんだよ。ああ、俺はさ、50歳ぐらいの人に。気にしなくていいですよ。嫌われてる。みんなに対してそうだから、ドレさんは。別に、3353のこと嫌いでブロックっていうよりも、みんなに対してそうだから。気にしないで、他の配信者さん楽しむのがいいと思いますよ。サメちゃんっていうか、サメ島。あいつは FC2 にいた頃あったでしょ。ああ、鮫島さん FC2 でやってましたよ、昔。ねえ。あの時さ、まあ、今俺はた、はさ、はさ、働いてないね。今。3353働いてないんですか、今。で、以前、は、は、あの、羽島をさ、見ちゃってきた。まあ、働いてた、これで。働いてた。でもね、何と戦ってんのかなって。鮫島さんが？何と戦う？誰が何と戦ってるの？3353が？鮫島さん？サメジマさんが。あ、サメちゃんが？わかん、それはわかんない。何と戦ってるか。まあ、何かと戦ってなんか、るんすです。ごく分かんなかったの。あ、そうだったんですね。ね、リスナーと戦ってんのかさ、ね、原発と戦うのかとかさ、なんか、そういう話になっちゃって。なるほど。なんで、奴隷がさ、俺はブロック解除しないのか。ほら、ブロッ考えクてはない。解除する人と解除する人がいるから、ドルさんはブロック解除しないよ。なんで？なん言っでか、てよ。もう、生意気なこと言わないからって言うからね、さ。謝るまあまあ、から。いいんだよ。合わなかった。謝るし。もう、ドレさんの見こせとは、て。ドレさんのことはもう忘れた方がいいよ。もじゃあ、ワズさん見るよ。そう、もうブロックされたら終わりだから、人間関係。いいのよ、それで。そう、次行こう、次。ね。6位。6位。なんて、ん？なんて？え、なんですか？6位って ?6 位？何ですか？6位？
ログインってなんですか。いや、うん、僕言ってないですよそんなこと。ログイン。ああ、それか。うん。これからも応援よろしくお願いしますね。いや、応援してますよ。ありがとうございます。嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい。はい。大丈夫ですか？もう。なんか伝えたいこととか言いたいこととか大丈夫ですか？もう花火上がってくれたらいいです。あ、花火は大丈夫ですよ。花火は上げてください。リスナーさん。大丈夫ですよ。お願いします。花火は、もっともっと上げて、もっともっと、もっと足りない。こいつ足りない。はい。ありがとうございます。足りない。はい。じゃあ、また見てください。すいませんね、本当に。いえ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、すみません。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、はい、お願いします。はい、失礼しまーす。はい、失礼します。失礼します。うん、なるほど。のんちゃんおかえり。ただいま。おかえり。なるへそ。うん、うん、大丈夫。うん、でしょ。新しいアカウントダメになったんだよ、実は最近。最近ダメになった。1個の IP でバンになると連結してダメになるから、サブアカ作っても見れなくなったんだよ。うん、白衣を送る着ようか。ドクターコトー診療所みたいな。まあ、嬉しいじゃん。嬉しいじゃん、いろんな人に見てもらって。見れるの今。ツイッター新しいの。それがね、ツイッターがね、電話番号登録義務付けられてんだよね、今ね。今多分ダメだと思うよ。ツイッターアカウントならいけるんだ。俺、ツイッターアカウントの方でうなちゃんマン見れなかったよ。ダメだった。ダメだった、ダメだった。2つ連携されてバンになったよ、ここ最近。ツイッターから作り直さないといけないんだ。あー、ちょっと面倒だね。でもね、ツイッター電話番号登録が必要になって厄介になってんだよ今。ありがとう。うん。アカウント何個まで、わかんない、全然。5個までいいって言われたの？そう、公式に言われたの？うん、運営公式は5個までなんだって。なんだよね、サブアカ5個まで OK のルールがよくわかんないよね。あ、そうなんだ。うん、俺はなんかアカウント複数作るっていうのあんま好きじゃないんだけど。なんか間違えて、うん、スマホとパソコンでアカウント作っちゃったんですけど、うん、うん、質問したら、うん、5個までいいんです。あ、5個までいいんだ。公式には5個までいいんだね。 5個まではサブアカ許容範囲なんだ。あ、全然全然。ササンゴさん、ありがとうございました。ありがとうございます。また楽しんでくださいね。ドルさんのことはドルさんのね、気分だからさ。うん、まあ諦めるしかないよ。見るのと書き込むの別々の端末にした方がいい。いや、俺はそんなこと思わないけどな。あんまりそういうのは考えてない。
どうしても書き込みでロックオンされるかわからないし、ドレさんはかなりロックオンしやすいが、何何何何何何何解放、何何何解放が何何何何、怖い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 、解放が連打してる、何これ、怖い怖い、解放やめて、解放やめて、解放、解放やめて、何何何、怖い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 、何解放、解放がぶっ壊れた、解放やめて、何解放、あ、春になるとあいつ壊れるんだ、解放やめて、あ、解放が壊れる季節が来たわ、解放やめて、解放やめて、解放やめて、何こいつ、怖い怖い怖い、解放やめて、何怖っ、解放がぶっ壊れた、スタンプ怖っ、いや冬ぶっ壊れんだよ解放、言ってたの、季節性で壊れんの、季節性メンヘラなの、季節性メンヘラで、あー冬が来たな、冬が来たな、スタンプ連打マジされたんだけど、コメさんいらっしゃい、解放やめて、本当にスタンプなんか50個ぐらい連打されたんだけど、冬の鬱なの、あいつ冬になるとぶっ壊れて春になると元に戻るっていうやつだいや本当なんだよ、なんかだから俺と出会った時真冬だったじゃん、だからぶっ壊れてたじゃん解放で、寒くなると壊れるんだよあいつで、あの春が来ると元に戻るの、普通のいいおばさんに戻るの、いやそれがわかん、あのあれだよ、アシカくんのスタンプ、あの俺があの働いてる時に作ったスタンプが連打された、超怖え解放ぶっ壊れたんだけど春までちょっと解放と絡むのやめよう春まで冬眠させよう、春おかしくなってたんだよ、春おかしくなってたんじゃない、冬だよ、冬だったらのんちゃん付き合ってる頃だよ、だって旅配信やってる時だよあいつと会ったの、うん、だから春先ぐらいでしょ、3月とかに出会ってんだよな俺、でなんか最近まともになったって言ったら、あ私冬になるとダメになるのって言ってたから、あ季節性なんだと思って、当分解放は封印しないといけない叫び出すからなあいつ、季節の変わり目だよな大丈夫かな、かまってちゃうんだな、かまってちゃうんだ、みんなそうでしょ、リスナーみんなかまってちゃうんだな、半袖、まあ部屋の中で半袖全然大丈夫だけど、怖え俺のリスナー変なやつばっかりだな、本当にまともな人間がいないよね、電話は緊張する、そう、なんで配信者と話すのに緊張するのかが全く分かんないんだよ、みんなよく言うじゃん緊張するって、全然気持ちが分かんない、普通に話せばいいじゃん、普通に、スマホが壊れてんのか、解放が壊れてんじゃないんだ60個今スタンプ来たよお前から、そのスマホ捨てて迷惑だから水に沈めて、そのスマホ捨てて、私が壊れてるんじゃなくてスマホが壊れ、俺でも俺は解放が壊れてると思ってるから、ね、絶対解放でしょ、絶対解放の方が壊れてるぞ、絶対俺嘘だと思うよ、絶対嘘だと思う、こんなスマホがなんかバグってスタンプ連打とか聞いたことないもん、解放が、冬が来て解放が壊れたの、知らない人だから、
超怖えよ。あ、緊張するんだ。なんで？なんで？スタンプ連打。クソ笑うんだけど。いやもうそんなテンポじゃなかったよ。てん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 って。すげえ怖かった。大丈夫？解放まとも？まともなリスナーなんか一人もいねえか。全員病人だから。そうだね、壊れた自覚がないんだよ。全然いつでも電話していいよ。いつでも電話していいよ。受けて立つ、受けて立つ。なんだろう、最近すげえトイレ近いわ。ちょっとトイレ行ってくる。いやペコオスなの超テンション上がるんだけど、やっぱオスだったか。おかしいなとは思ってたけど、してない操作勝手にされるの、このこのスマホ。それはもうぶっ壊れすぎでしょ。そのスマホはもう絶対修理対象でしょ。怖すぎるわ。呪われてんじゃねえの、そのスマホ。10発花火上がったら僕と通話。いやうーん、ちょっとごめん、よくわかんないよ。三三五さん、おいよりめー、カズいらっしゃい。
私今も再起動でどうにか止めた。あ、そうだったんだ。ね、じゃあ再起動しなかったらひたすら俺にスタンプ送ってたってこと？なんで俺に送るんだよ。他の人にしてくれよ。なんで俺にスタンプ連打なんだよ。意味わかんねえよ。なんで俺ピンポイントなんだよ。怖えわ。オンミーさんこんばんは。楽しんでていらっしゃい。もう俺の企画でさ、そもそもスタンプ送ってない、あの解放からとんでもない量のスタンプ、これ解放のアカウントなんだけど、これ解放のアカウントね、こんなに来てるよ。いくよ、こっからね、ほら、ちょっと待ってね、いくよ解放、こんなに来たんだよお前から。たった数十秒の間にこんなに来てんだけど、送ってないとかいうレベルじゃないよ。ビコン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 だよほら。スタバクだよ本当に。アグいらっしゃい。60個 1分とかいうレベルじゃなかったよね。10秒ぐらいで60個スタンプ来たんだよ。送ってないとかじゃないから、びっくりしたよ。いや俺の予想多分なんだけど、俺解放が壊れたんじゃないかって思うんだよな。なんかね、 LINE の文字のなんかコメントの書き方がなんかちょっとおかしい、うん、ちょっとおかしい。花火強要はダメだよ335さん。他のリスナーさんに花火あげろっていうのはダメだよ、うん、ダメダメ。別の人格が多分宿ってるんだろうね、解放に。多分今解放に電話したらヘラヘラだと思うよ。メガホンありがとう、コメちゃん。ぶっ壊れてる。花火くださいもダメ。ん？あ、びっくりした、また解放と思った。フォローありがとう。恐怖だよ恐怖。神様からどれさんもなんか減らってるよな最近な。どれさんも減らってんだよね、みんな減らってる。メンヘラばっかりやん。成長早いよね。寂しいんでしょのんちゃん、ペコが大人になっちゃったから。でも嬉しい、喜んであげないとダメだよ、うん、こうやって水浴びもできてご飯も自分で食べれて、のんちゃんのおかげで握り分譲になったんだよペコは。のんちゃん大好きだよなペコ、ペコな、ほら、のんちゃんにだけ反応、うわ、のんちゃんにだけ反応すんだ。俺よりのんちゃんの方が好きなんだよ。羽ばたき強えな。釈迦もね、こうやって乾燥できてたんだけど、最近これができなくなったんだよね。
乾かすの下手になってる。釈迦が。でさ。今毛が少ないから。いや、わかんない。なんでかこれをやらなくなった。これ昔やってたんだよ。だからすぐ乾いたんだけど。あー、花火ありがとう。オンミーさん、花火ありがとう。サンキュー。毛が少なくなったのかな。ペコはまだヒナ。まだ羽が生え変わってないから、その、なんつうんだろう。色がまだ鮮やかじゃない。すっごい綺麗な色になるよ。シナモン文鳥だから。大人になったら可愛いよ、ペコは。ステロイドも精神病むからね。ステロイド打ってるか、ドレさん。ああ。うん。ステロイド打ってるか。打ってないでしょ。いや、めんどくさくてじゃないよ。この前俺の枠に凸かけたけど、1時間ぐらいずっと言ってたもん。通話はさっきしたじゃん、3353。ダメよ。ごめんね。うん。ペコかわいいでしょ。うん。したか？いや、ドレさんはね、マジで、本当にネタとかじゃなくて、結構統合失調症か、パンチドラッカーか、どっちかはわかんないけど、進んでると思ってる、俺。ちょっと危ない。うん。うん、IQ 高いからね、見抜けないけどね、結構病気は進んでると思うよ。多分ね、またね、裸で走り回る配信とかやってね、神回を起こしてね、精神救急入院するんだよ。裸でチンコ振り回しながら、六本木をカッポしながら、いやほーいっつって。違うんだよ、話をしよう。うん。なんかロックオンされてない？大丈夫？ちょっとだけだよ。3353。3353、ちょっとだけだよ。わかった ?OK? ちょっとだけっすよ。あれ？履歴ってどうやって出すんだっけ？これかな？これかな？もしもし？もしもし、はい、放送の時ってね、3353。あ、切りました。はい、切った、うん、どうしたの、はい、なんかあったんですか？いや、ん？快感になっちゃった。快感になっちゃった？はい。俺と電話するのが？はい。いや、はいって。うん。うん。え、うん。うん。どう？はい。うん、すごい、うん。そうなんだ。いや、まあ、快感になったのは嬉しいよ。はい、ありがとう。あ、そう。うん。はい。うん。そっか。まあ、しょうがないね。快感になっちゃったんだもんね。うん。うん。うん。それで何？もう一回話したくなっちゃったの？うん。そっか。え、じゃあ、うん、うん。特に用事があったわけじゃなかったの？のんちゃんから奪い取りたいぐらいになっちゃ、いました。すいません。
え、なに？俺のことをのんちゃんから奪い取りたくなっちゃったの？うん。え、335さんってゲイの人なの？バイセクシャルなの？うん。あ、そうなんだ。うん。いや、突然。僕ね。うん。僕ね。うん。父親はさ。うん。早く亡くしちゃってね。うん。うん。うん。ああ、そうだったんだ。うん。お父さん、花火やがった、ね。あ、花火ありがとうございます。え、で、どうしたの？お父さんが亡くなっちゃったんだ。うん。うん、そう。うん。うん。まだ、8。うん、なるほど。ぐらいかな。でね、父親とかさ、母親とか、ね、別にそれはどっちもいいって思う。ね、でもね、やっぱり信頼できる人、信用できる人欲しい、じゃん。そうだよね、生きてく上で。やっぱりそう思う。信頼できる人は欲しいよね。わかるよ。で、和夫さん欲しくなっちゃったわけよ。何？俺が欲しいってもっと具体的に教えて。のんちゃん好き？のんちゃん好きだよ。おー、じゃあ、やめてきます。はい、すいません。で、納得できますか？できないよね。恋ってそんなもんじゃないよね。人を好きになるってもっとそういうことじゃないと思うよ。人を好きになるって。やめ。じゃあそういう部分がそういう部分あるんでしょ。そういう部分ある。ね、のんちゃんもね、すべてをさ、愛しないっていうワズさんがいるんでしょ。いる。でしょ。いや、それさ、一緒じゃん。そうだね。なんだっけ、ロシア大使館のやつの。ルサルクさん？ルサルクさん。リスナーさんのルサルクさん。あいつ見てるさ。ね、俺みたいな、ね、言動でさ、ね、でも違うじゃん、明らかにさ。そうだね。脳内とかさ、そもそも、和夫さん、そうだね。俺とは違うじゃん。そうだね。え、335さん今働いてなくていくつぐらいの人なの？38で働いてない。38歳で働いてない。だって働いてなかったらさ、ご飯食べれないじゃん。大丈夫なの？障害年金と、親の援助。あ、親の援助なんだ。あ、障害を持ってるの？うん。何？精神障害。精神疾患ね。
病名俺さ、うん、ほらアスペルガーとかなんだけど、うん、発達障害なんだけど、3353で何の障害なの？統合失調症。あ、統合失調症なんだ。って言われた。言われたんだ。言われたけどさ。うん。そこにやっぱり疑問持っちゃうし、うん。ね。うん。俺ね、うん、どこ行ったってさ、うん。ね。うん。頭のいい、うん。医者にさ、うん。ね、うん、何だって通用しないわけじゃん。まあそうだよね、聞いてくれないよね。どうしよう。そんなの通用しない。うん、そっかそっか。だって俺頭は悪いんだもん。頭は悪くない、ね、うんうんうん、ね、俺のこと本当に好きになっちゃったの？うん。どれくらい好きなの？のんちゃんぶん殴って、でもそんぐらい。ダメだよ、のんちゃんのことぶん殴ったら。じゃあどうしたらいい？いや、どうしたらいいって言われても。うん、東京に住んでるの？いや、千葉。まあ千葉県にお住まいなんで、ね、うん、うん、そっかそっか。うん、うん、でもほら俺恋人がいるからさ、ほら付き合えないよ、うん、俺は3353とは。のんちゃんのこと愛してるから。それでさ、うん、ね、うん、頭に来たんだよ。頭に来たの？こっちにしてるんだけどさ、うん、ね、うん、そう、頭に来る話なの。俺に対して？ね、うん、違う違う違う。誰に？そういうことじゃなくて、うん、ね、ね、うん、簡単なことで、ね、うん、簡単、うん、うん、うん、何が簡単なことなの？これをさ、うん、これを教えてくれればいいじゃんってさ、ね、うん、これだけの話じゃんって、ね、それをはっきりさ、うん、言ってくれればいいじゃんってことはさ、うん、マリアさ、うん、言わない、それは何のか分かんない。うん、うん、うん、うん。どうなのかなって。うん、お酒飲んでるの？うん、お酒飲んでるの今？じゃあ、うん、だって基本ビビってるし。ダメだよ、あのお薬飲んでるときはお酒飲んだらダメだよ。じゃあ、違う、うん、あの、そういうことだからね、話したいことを、うん、あの、うん、話すために、うん、今お酒飲んじゃって話してますけど、うんうんうん、酔っ払ってるでしょ。お酒ほらお薬を飲んでお酒飲むと、うん、フラフラになっちゃうからダメだよ、うん、お医者さんにも言われてるでしょ。え？お医者さんにも薬飲むときはお酒飲んだらダメだよって言われてるでしょ。でも、それじゃあ、何？嘘の俺じゃん。嘘の俺ばっかりでしょ？うん。うん。うん。俺はね、うん、やっぱり、うん。うん。基本ね、うん、ビビりだしね。うん。うん、うん、言いたいこともいないし、うん、酒の力も借りなきゃね、うん、言いたいことも言えないし、うんうんうん、そういうところで、うん、今話してるこういうところにね、うん、
嬉しいよ、本当に。ワトさんと話してた。あ、いや、そう言ってもらえて嬉しいよ、俺も。ありがとね。うん。335さん、うん、ありがとね。うん。いや、俺もそう言ってもらえたら嬉しいよ。うん、お話できて嬉しいって言われたら。うん。うん、でもほら、335さんのさ。だって俺よりさ、うん。俺よりさ、ねえ。うん。頭良くて。うん。ね、教育もあって。うん。ねえ。うん。うん、頭は良くないよ、俺は。いいよ、どう見たって。頭は良くないよ。あるんだから。いや。でもほら、お薬とお酒混ぜちゃうと、あの、頭がおかしくなっちゃうから、うん、その脳が溶けちゃうの。だからダメよ。お酒飲むときは、薬しばらく、ね、飲まないとか、あのしないと本当にダメになっちゃうよ、脳みそが溶けちゃうよ。だってそうさってさ、うん、ね、うん、本当はですね、うん、あれ怖いんだよ。怖い、怖いんだよね。何が怖いの、うんうん、怖い。何が怖い？世間。世間が怖い。うん。どういう風に怖いの？監視とか声とかさ。監視とか声とか？監視されてるの？うん。うん。何、誰から監視されてんの？世間から？うん、うん、大丈夫だよ。誰も監視してないよ、335さんを。うん、大丈夫だよ、うん、でも違うと思うな。うん、うん、うん、和蔵さんはね、うん、頭いいからさ、うん、そこはって言うんだよ。佐川急便、うん、うん、佐川急便、うん、和蔵さんは頭いいから、うん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 、ね、うん、いや、335さん、いつも応援してくれてありがとね。うん。うん。じゃまた今度話そうね。え？きちゃん。いや、だってほら、放送があるから俺。うん、言い足りないことあるの？花火上がってないじゃん。花火上がったよ、いただいたよ、花火。大丈夫だよ、335さん。足りない。足りない。足りない。全然足りない。いや、足りないって言ってもほら。全然足りない。で、花火は、ほら、リスナーさんからいただく、気持ちでいただくものだから、あと、ね、足りないかどうかは俺が判断することだから、ね。大丈夫。だからね。うん。だからね。うん。ワトさん、聞いてください。うん。ね。うん。花火はね、うん、ね、うん、お前頭いくからや、うん、やらって、うん、ね、わざお前にあげてやっからね、うん、そういう気持ちでさ、うん、ね、うん、わざさんいつもしたさ聞こえた？いや、わかんない。下までは聞こえたけど。下坂。下坂。うん、うん、ほうほうほう、うん。俺は下坂。うん。じゃあ、謙虚。
したたかと謙虚全然違う。うん、まあ、うん、謙虚なん。違う。うん。したたかと謙虚は全然違うよ。だから花火上がれっての話で。いやいや、そういうのは良くないから。だからさ、うん。だからさ、うん、ね、うん。この時点で、ね、花火が上がんねっていうことが、うん、俺は気に入らない。じゃあ何発ぐらい上がったら気に入るの？三三五三は。300。300は無理だよ、そんなの。300なんて俺一回も上がったことないもん。だって花火300発で、リスナーさんが30万円分だよ。そんな甘くないよ。そう。うん。300万円、30万円分一気に上がるなんてないよ、そんなの。いやー、ちょっと、うん。それはちょっと困るね。それは困っちゃうね。もう300発なんて上がらないよ。だからほら、今いただいてる分でもありがたいから、俺は。大丈夫よ、気にしなくて。俺は今いただいてる分で本当にありがたいと思ってるし、あの、お気持ちでいただいてるものだから、あの、3353がリスナーさんに誰か投げろって言わなくていいよ。言ったらダメだよ。あの、俺のこと気にしてくれてるのは嬉しいけどさ。うん。うん。心配しなくていいよ。ありがとね。わざわざ、利益とは。なんだっけ？え？あの人、なんだっけ？ロシア大使館の人。ルサルクさん？うん。うん、がどうしたの？じゃあ、あの人とはちょっと今違うからね、俺。それわかる。わかるよ、大丈夫だよ。あ、そう。うん、大丈夫、大丈夫。じゃあ、俺、放送にそろそろ戻るね。うん。うん、ありがとね。じゃあ、花火上がってね。上げてね。うん、うん、はい。ありがとね。お疲れ様。上げてね。花火上げてね。うん、うん、ダメよ、それ、あんまり言ったら。うん。それ言ったらダメだよ。うん。じゃあ、お疲れ様で。なんだっけ、わざさんさ、うん。どうやってんのに。え？ワドさん何？あの、連絡したらいい。ああ、大丈夫。連絡は、あの、大丈夫だよ。え、どうやったら連絡できるの？あ、放送回ってる時にね、たまにお話しよ。ね。うん。うん。ね。わかった。うん。はーい、うん、ありがとね。じゃあねー。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。すいませんでした。はい、ご迷惑かけて。はい。すいませんでした。はい。ありがとう。失礼します。はい。はい。失礼いたします。失礼します。強烈だな。3353でした。はい、あやいらっしゃい。お疲れ。あ、最近来なかったね。あ、匿名花火ありがとうございました。ありがとうございます。まさかのね、まさかのあの俺に恋愛感情があるとはね。なつさんいらっしゃい、楽しんでってね。いやー大変だね。結構隠しててもバイの人多い。だって、性同一性障害とかさ、あの、バイとかレズとかゲイとかって、人口の 10% だからね。
人口の 10% はあのセクシャルマイノリティってやつだから、別にそこに偏見はないよ。だからここにいる17人はゲイとかレズとかの人だから、まあロハコさんもいるしね。別にゲイだから偏見があるとか全くないよ俺は。ゲイの友達がいるぐらいだから。ロハコさんなんてこってこてのゲイだからね。多分日本で一番有名なゲイロハコさんでしょあの冗談じゃなくて、日本で一番有名なゲイは俺ロハコさんだと思うよ、うん、若い女子高生とか、あじゃあレズ系があるんじゃないの、うん、レズビアンなんじゃないの、あバイセクシャルか、男の人も好きってことは。別にでもレズビアンとかバイセクシャルとか全然、なんか女の人同士のセックスってなんか綺麗そうな感じがするけどね。わからないように触ったこと、それ痴漢だから、犯罪だからそれは犯罪でしょ。わからないように触ったらダメでしょ、それ悪いやつ、それ痴漢って言うんだよ。それ女同士だからいいとかないから、それやっちゃダメだよ。まあ別に女同士で別にセックスしてもなんか綺麗なイメージがある。男同士のセックスはあんまり綺麗じゃない。別にだからえ肩とかお尻じゃなくても下心持ってたら危ないよ。それはダメだよ、それはダメだよ。うん、なんだろうね、なんでレズビアンは綺麗でゲイは汚いって思うんだろう。不思議だよ。でもあれだよね、性転換手術って実はさすごい危険で、その後の自殺率 90% なの知ってる？あの意外と知られてないんだけど、性転換手術をした後自殺率が異常に高くなるんだよね。それなんでかわかんない、ホルモンバランスなのかなんだかわかんないんだけど、だからちゃんとリスクも考えた方がいいよ。こんばんは、ペコポコランド。あの戻りたいって考える人も多いらしいね。一回その去勢っていうかさ、女性の体になって、でも生えてこないわけじゃん絶対。だ元には戻れないから、それでダメになっちゃうって。難しいよな。鳥かご増えてる。ペコペコペコがいる。ペコどこいる？ペコ釈迦のパートナー、残念ながらめちゃくちゃ仲悪いんだけど、オスとしての魅力をもっと増してほしいね。じゃあ俺そろそろちょっとのんちゃんとご飯を食べます。うん、お疲れ様でした。ありがとうございます。いつも。じゃあ皆さん、お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。